はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケットをやっていきたいと思います。まずですね、アクセサリーガチャっていうのを引いてみたいと思います。お、結構いい場所が手に入りますね。もう一回。面子とかバンテージですね。アイテムが手に入りました。あ、これは入り口ということで、今回は何をするかというと、画面にも映っているんですが、SWBC に挑戦させます。おそらくですね、カタオジャックとしては最後の、SWBC になるかと思います。残り8周でですね、まあ4周は、調教に費やしないといけないでしょうから。それで、最後は、っていう感じですね。いいですね。おっと、まったけど、フランスパン行こう。おっと、大根が必要となりました。これで2周調教ですね。さ、3周目。今度は、ちょっと重くなりましたね。人参ですか。まあひとまずは。おっと、大根に変わった。さあ、これで408、この週で484強にして、これで SWBC 登録しましょう。出走メンバーは、後藤とやめた。岡部行ってみましょう。これですね、2時間41分。で、ライアとですね、多分翌朝、今、火を回ったばっかりなんで、朝に、やるのが一番かと思いますね。というわけで、また後で、レースをしたいと思い、レースを見せたいと思います。ここでは一旦、失礼するということですね。
はい、ではまた後で、よろしくお願いいたします。SWBC 結果が出ました。さあ観戦しに行きましょう。というわけで残り4週になったので、これが最後の SWBC です。ラストチャンス、人気はどうなんだ。5番人気か。私も武豊か乗ってくれなかった。これがフラップゴスペルっていうのが強いみたいですね。SWBC は3着を取ってますね。グランゾンも堅実に稼いでます。さあ、レースです。さあご覧の12頭、2000メートル極東で、芝で行われます。さあ伝説の馬たちが舞い降りてきた、スーパー WBC SWBC、発走です。そして空間を超えて歴史に名を刻んだ勇士が集いました。スーパーワールドブリーダーズカップ、さあいよいよスタートです。起伏の激しい難コース、スーパーワールドブリーダーズカップ、7番パタノジャック、ダッシュがつきません。後ろに置かれました。先行争いであります。花を切ったのはボルコ。ある程度前に行かないと厳しいとは思うんですけどね。ヘロド、それから1番グラントン、5番ロドルフィンバルム、それからまあいつも通り最高峰ですね。青い帽子が馬込みで入れています。8番ラーレアラビアン、ちょっと離されまして、2番マイアリーターク、それからもう1頭ユベントス、その後ろでやりましょうか。3番モフネコ、そしてシンガリからカタロジャックでやります。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。 A が驚いています。これなんかヒントになるんだろうか。こんなんいたっけな。オルコカラビアン58秒に A いてますね。さあトンネルを通って800を切ったかな。さあ急坂だ、まだ最高峰。おっと鉄道が来たぞ。これ面白いかもしれないぞ。さあ一気に、なんかやっぱり前が早い。でも片輪ジャックも中終わってくるが、足色がちょっと一緒になってきたかな。4着までかな。4着っぽい。ちょっと前と差がありましたね。モフネコの勝利です。
おめでとうございます。マッチェルとか結構実際出走する馬も強いんですよね。だからあんまり SWBC 得じゃないかもしれない。さあ、引退前残り3週ですね。はい、というわけでですね、次は、ラストレースになりますね。でも、これ、レーシングプログラム見ると、翌週が宝塚、それからジャパンダートダービーなんかもあるんですよね。あ、亡くなったばっかりのオペラ王が出てる。オペラ王は今日5月の20日なんですが、亡くなったというお知らせが来たんですよね。スペシャルウィークに続いて、メーバーの訃報が届いてしまいまして、すごく残念です。ちょっと次はですね、というわけで宝塚記念を、その記念にやりたいと思います。これが、カタノジャックの引退レースとなります。ベラオ名勝ドト、それからグラスワンダーも登場ですね。ジョッキーは吉富先生、どうかな、やっぱりポツンノリに期待ですね。最後はこれで宝塚記念出したいと思います。はい、次回もお楽しみに。いつも通りですが、チャンネル登録高評価お待ちしております。すごく励みになります。ツイッターやブログもやっておりますので、よろしければ見てください。最後20秒に流れます関連動画プレイリストの方も、お時間がありましたらよろしくお願いいたします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。